界なってないザの夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその心。もう一度遠くへ行けど僕の中で誰かがた年を持ったよ。さなぎの